じゃんさあ、ということで、日本シリーズ第2戦、オリックス対ヤクルト、ただいまね、えー、テレビ東京で解説を終わってですね、えー、ホテルに帰ってきまして、すぐに YouTube を撮りますということでね、忘れないうちに撮りましょう。ね、やっぱ時間空けたらね、忘れちゃうんで。ね、じゃあさあ、といったところでね、まあ今日、結果から言うとね、えー、2対0、ね、えー、ヤクルトが、 高橋健一、プロ入り、初関東初完封が、なんと日本シリーズ。非常に素晴らしい。まあね、そこから言うと、このね、あの、開幕当初、前半戦、二軍でね、一試合5失点以上してた、ピッチャーが、なんと、半年後には、日本シリーズ、しかも初戦負けで負けられない二戦目に、登板する、飛躍的出世。 しかも、周りの期待を上回る、完封勝利素晴らしいいやーほんとね、一年前ね、こうなると、誰がね、予想できたかいうところでね、まあね、本人のね、頑張りっていうのはね、あるかもわからないけども、このね、ヤクルト、先発投手人がね、や,やっぱりこっち苦しいんじゃないのかとね、打線はいいけどって言われてね、ほとんどがシーズンね、再開予想、開予想が多う 多い中ね。まあ昨日の奥川もそうですけれども、このね、どん底からって考えたら、どん底から先発ローテで一番出世したのが、今日先発の高橋啓治じゃないでしょうかね。しかもその中で完璧なピッチングということでね、振り返っていきましょう。ね。オリックスファンの皆さんも見てくださいね。振り返って、第3戦ね、こっからもう一回ね、修正していくためにもね、復讐、反省していきましょう。さあ、ということでね。まあ今日ね、えー、ヤクルト、ね、高橋慶治。 9回、133球、5安打5三死、2死球、無失点、完封勝利、ということでね。まあ、立ち上がり、まあ、初回から5回まで、毎回ね、ヒットで、え、ランナーを許すっていう展開になったけども、このね、連打、ね、複数安打っていうのを許さなかった、ね、ところが非常に大きかったかなと。しかも前回ね、クライマックスシリーズの時はね、ジャイアンス戦、ね、若干立ち上がり、ちょっと力んで、頭振ってね、ちょっとホームのバランス崩れて、ちょっとアバウトのね、ちょっと荒れた気味のね、 立ち上がりして、まあ、今回ね、日本シリーズ大舞台になってどうなのかなっていうところはね、見てましたけど、非常にね、頭も振らないで、前に突っ込みにね、行く、えー、感じもなく開きも収まってね、非常に立て替えて、で、えー、素晴らしい、えー、立ち上がり、ね、ピッチングだったかなと。それをね、まあ、9回、えー、続けたわけですけども、まあ、このね、えー、初回、えー、しっかりね、 あの、戦闘福田を抑えて、ま、あ胸にね、センター目ヒット打たれてねあ、ちょっとどうかなっていうところでね、えー、吉田。そしてね、この杉本の時にね、この、カウントちょっと劣勢の時あの、牽制でアウトにした、このね、冷静さ。初回からね、この大舞台で非常にね、落ち着いた。この牽制ね、アウト。まあ、あ盗塁、記録上はね、盗塁アウトだけども、このね、飛び出して胸がね、えー、一、二塁から、ね、挟まれて、アウトっていう形もね、えー、冷静でいきましたし、でね、え二、ー、回。 先頭ね、杉本、チェンジアップがね、ちょっと甘めに入って、レフト前打たれたけども、その後ね、ラベルをダブルプレイ。で、もや見逃し三振と。で、3回もね、先頭の紅林ね、サード内アンダー。若干ね、村がちょっと偉くさかったけどね。まあ、こう内アンダーで失礼して、伏見バント。その後ね、えー、あたえー、福田をね、しっかり抑えるっていうね。で、えー、4回、えー、胸吉田、アウトにとって、杉本がね、えー、内アンダー。こう全力疾走ね。よかったね。で、あの、ラベルアウト。ね。 で、5回も、先頭もや、出塁して、で、黒林アウト、伏見アウトで、足立の今日ね、フォアボールっていうのもね、昨日に引き継いで非常に行きたんだけど、ちょっと後続続かなかったわけね。で、こう、福田がね、えー、セカンドゴールト。このね、あの、5回までね、結構ね、あの、ピンチ作るけども、やっぱり連打を許さないで、しっかりした投球、できたっていうのは非常に大きかったし。で、その中でね、今日、どっちかっていうとね、高敷、ストレート、カーブ曲がり玉多いかなっていうところあったけど、特に前半は、 チェンジアップを変化球ね、結構多投してたかなと。で、しかもあの、こう、ボールカウントが、えー、増えたり、えスリーボール、ツーストライクの時でも自分から首打ってね、チェンジアップを選択してたんで、非常にね、このチェンジアップっていうところが、えー、生きた、えー、ピッチングに、えー、なったんじゃないでしょうかね。で、しかもね、この、福田この5回裏のね、福田の、えツーアウト、1、2塁のね、 セカンドゴロっていうところも、1、2球連続ね、チェンジアップを投げて打ち取ったっていうところでは、前半戦特にね、あの、変化球、チェンジアップがね、非常に自信持って投げれたんじゃないでしょうか。で、これで、ね、5回まで、必死にね、この踏ん張りながら、いいピッチングをして、6回以降は、8回にね、フォアボール一つ出しますけども、ね、ノーヒットで抑えて、 完璧なピッチング。しかもあの、中盤からはね、最後ね、ジョーンズのあのカーブっていうね、三死亡になったけども、えー、前半チェンジアップ多めにね、投げてましたけど、ちょっと中盤からね、ちょっとスライダーっていうところのね、えー、違う変化球も多くしてね、この中村も、やっぱストレートね、やっぱりどっちかっていうとストレートっていうところがね、相手バッター意識するところですけども、いいカウントとかね、いい状況で変化球をね、えー、うまく使って、このね、 勝てわらない。どっちつかずにならないように。で、しかもね、高橋刑事もね、そんな四隅をね、狙わないで、え、ピッチングっていうのがね、立ち上がり生きたんだけども、今年ひょっとしたら一番良かったかもしれない。制球力も非常にね、ストレート変化球ともに、え、抜群だった。ね。あの、フォアボールもね、2個とね、このあだちにね、粘られてフォアボールっていうとこあったけども、まあ、しっかりね、抑えきれたっていうのも、このね、完封に、えー、できた要因。 えー、なのかなと。で、しかもね、この中盤以降、このね、シャウト効果、このね、声出していく、このシャウト効果っていうのが、中で、あの、一部のデータによると、このシャウト効果っていうのは、自分の能力を10%パワーアップ、あの、させるっていう効果があるらしくて、あの、8回かな ?150 キロ出てたからね。 今日マックスがね、全体で151キロだったけども、しっかりね、8回球数いっても150キロ出て、しかもそこの中で制球を乱さなかったっていうところはね、非常に素晴らしいピッチングね。もう完封、ね、本当に言うことない、ナイスピッチング。まあもう一回あるかもわかんないんでね、そこではどういうピッチングするのかね、さらなる期待したいところですよね。で、続いてね、オリックス、宮城ね。7回3分の2、112球、5アンダ三734、11球、11点と、もうこれも完璧ピッチングよ。 非常に素晴らしかった。まあね、中30日。だから約ね、中1ヶ月の当番、えー、の最後に投げたのが、えっと、10月21日かなあの、西武戦が最後で、えー、そこからクライマックスシリーズも宮城が投げる前に、えー、終わっちゃったんで、あのー、投げなくて、まあ、 高学戦とかね、その、で、投げてたと思いますけども、まあ、一軍の公式戦っていうところで考えると、中一ヶ月、どういうピッチングするのかなっていうところは非常にね、注目してましたけども、立ち上がりね、あの、149キロ、まあ、今日のマックスかなっていうぐらい、力感あるぐらいね、ちょっと立ち上がり全力に近い形でピッチングしてね、あの、ストレートかなり走ってたなっていう印象は、えー、ありましたね。まあ、ここね、ま、あ日本シリーズ大一番で、まあ、 あの中巻いてるっていうところでね、初回から全力で行こうっていう多分気持ちがね、ひょっとしたらあったかもわかんないけども、まあその中でね、非常に力強いピッチングがね、印象的でしたけども、まあ2回尻上がりにね、本当にバランスよく、いつものピッチングに変わってね、まあたい平均ストレートスピードが143から145。だからまあ4、5キロね。 え、落とす中で、この安定感っていうところを優先しながら、まあ、決めに行くときにはね、147とかできたんで、そういったね、この状況とかバランスに応じたピッチングっていうのは、宮城としてもね、非常に、えー、素晴らしかったかなと。で、全体的な投球を見ててもですね、この不思議のリード、あのー、まあ、1点は取られましたけど、全体的に2球まで、3球以上ほぼ続けない。同じ球種をね、ストレートにしてもスライダーにしても。 チェンジアップにしても、カーブにしても、ツーシームにしても、す、え、べ、ー、ての球種を、あの、3球以上、ほぼ続けない。まあ、2球続けたら変えていくっていうところで、まあ、何かに固執することなく、宮城が持っているすべての球種をうまく使って、緩急つけたりっていうところはね、まあ、だから立ち上がりちょっとね、ストレート系多くて、で、中盤、あの、変化球うまく使いながら、またストレートツーシームっていうところに変えたり、このイニング間の線のバランスっていうところも、リードはね、えー、非常にえ良かったんじゃないですかね。で、しかもね、この5回まで、 ノーヒットノーランだからね、それはもう完璧よ、いうことないもうすべてにおいてクオリティ高くてね、しっかりこの、決めに行く時のインコースっていうところからね、しっかり投げれたし、この通常通りのね、右バッターのアウトコースっていうところの出し入れもね、非常に素晴らしかった。 で、その中でね、ちょっと前半戦気になったのが、この5回までのヤクルト打線ね。あの、まあ、早打ちが目立ったっていう、別に俺はね、どんどんもう、そんな追い込まれたら、どんどん打率が悪くなっていくんだから、早めのカウントからどんどん打ちに行った方がいいと思うけども、全体的に、このね、この球場を絞ったとか、狙い球来たから、初球から振っていくっていうわけじゃなくて、何気なしに振って打たされる。オスナーにしても、サンタルにしても、他のバッターにしても、甘め、ね、初球からどんどん打ちに行くところはいいけど、 その、絞って打ちに行くっていうより、何気なしに打たされてるっていうか、それ狙ってないでしょみたいな、っていうところで、ちょっと中途半端な、この早打ちっていうところがちょっと目立ったのはちょっとね、気になったかなと。で、あとはまあそこをね、あの、藤見がうまく外したっていうところはあるけども、ちょっと前半戦で言うとヤクルトは、早打ちしててもいいけど、もっとこの吸収に絞るとか、何かにこう、意識するとか、打つ方向とか、そういうのをもっとね、意識してやっても、 えー、かったんじゃないのかなって、ちょっとこうね、あのー、雑さっていうのがね、ちょっと見えたかなと思いましたね。で、このね、5回まで、えー、前半見れて、ちょっと解説でもね、言ったんだけども、オリックスはランナー出してる、逆にヤクルトは、まあ、ノーヒットノーラーっていうところで、まあ、オリックスが押してるように見えるけど、ちょっとオリックスの方が雰囲気悪いなと。あの、ヤクルトの方がこれ1本出たら流れが変わるような、ちょっと流れしてるから、ちょっとオリックスとしては、 決めきれないところで流れ悪いなって言ったんですけども、でこれがね、6回、6回表にワ、ね、ンアウトから西浦がね、センター前チーム初ヒット、で坂口がね、レフト前ヒットで続いてでここからね、塩見、青木がね、まあ、ボン出して、まあ、1点入れなかったんだけども、まあ、ここもね、宮城、ちょっと流れが変わりそうなところをね まあよく踏ん張れたかなと。潮見なんからね。アウトコースのストレートね。ほん、多分潮見はね。変化球来るんじゃないのかって意識が高かったと思うと、そこはアウトコースピシッとストレートでいってね。あの、ちょっと振り遅れ気味のね。三振非常に素晴らしかったし、青木もね。あのまあ、カーブスライダーもビタビタいってね。でまあ、青木としてはやっぱ反対方向意識している中で、まあ最後ね。インコース若干甘くなったけどね。ストレートあのサードゴロっていうところでね。非常に踏ん張った。この藤士見をね。相手を見ながら、えー、配球ええー、できたんじゃないですかねで。 問題の8回ですよ。ね。えー、ここで8回。表にね。まあ、これをね、宮城続投っていうのは、これはもう球数も少ないしね。まあ、これはもう普通。ね。で、オスナショートフライね。で、西浦、フォアボール。だからまあ、言ってんだからね、仕方ないよ。でも何かをこう、紐解いていってってなると、まあ、これね、宮城本人もコメントで言ってたんだけども、この西浦のフォアボールがね、昨日だってね、あのジョーンズのフォアボールでね、マグガフっていうところがね、出たように、このね、西浦のフォアボールがね、 ちょ、ここがキーポイントだったね。で、その後ね、坂口、初期打ってね、レフトフライ。あ、これ流れ変わるかなっていうところで、塩見がね、インコースのストレートをね、引っ張り込んで、あそこね、若干差し込まれ気味にね、それまでの打席ね、塩見ライトフライとか打ってたけども、最後にしてね、パンってね、しっかりね、コンパクトに振り抜いて、レフト前ね。で、これで、ツーアウト、一塁になって、だからやっぱり、 昨日今日もそうだけど、やっぱこの1、2番のね、やっぱ活躍っていうのはやっぱり両チームのね、キーポイントになってくるのかなと。でね、ここの青木の打席1、2類ね、この時にね、バックネット裏解説してて、解説ね、見た人はね、わかると思うし、もしね、見れてない人はもう一回その場所を見てほしいんだけども、佐田崎さん、これは青木との対戦どうですかって言われた時に、これ結果論じゃないからね。基本的にはアウトコースの出し入れだけど、青木がね、反対方向を狙ってくる。で、前の打席もね、インコースの甘い球だけど、サードゴロを打ち取ってるっていうところで、 バッテリーとしてはインコースの使い方がキーポイントになるんで、まあ、基本はアウトコースだけどもインコースの使い方が大事になってきますよねでも、青木としてはこのインコースの球が見合いが若干甘くなってきてるんでそれを思い切って狙っていくのも1つの手だと思いますねって言ったらよ初球、アウトコースボールになって2球目、伏見がインコース構えてそれが若干甘くなったところをね青木がセンター前タイムリー打ってねこの先制点取るわけよ。ほら あの、解説の松坂も、あら、沢崎さんの言った通りになりましたねっていうね。これ結果論じゃないんだよ。ね。 こういったところの、ね、駆け引きっていうところがさすがベテラン青木っていうね、まあ、宮城もねそこやっぱ甘くなっちゃった、でもその前の打席のねこの繋がりっていうところがあるから、もうこれ駆け引きなんだよね、アウトコース行ったらポンって打たれてたかもしれないし、まあ、そこは、ね、青木がねこの駆け引きに勝ったっていうところでね虎、まあの,ね、のこの1点をね取ったわけだけども、ね、ここはもう青木がね、あっぱれよ、ね、でもまあここでねあの宮城が、えー、交代するわけだけども、もうこれはもうね宮城、グッピッチよ。 あの一失点で文句言われてもね、不審もそうよ、リード、一失点で文句言われてもね、たまったもんじゃないよね、これはもう仕方ない、もう打線がね、点取れなかったっていうところだからね、で、やっぱりほんでね、もう一つの問題はね、この9回表よ、ね、ちょっとヒギンスだめだったから、バルガス出しちゃったバルガスもだめっていうね、で、ここね、ワンアウトからサンタナがフォアボール、だから結局フォアボールから来てんのよ、今日今日のね、のね、ポイントはフォアボールからだね、で、フォアボールから来て、で中村悠平がね、こうバンとよ、バンとしに行って、で、オスナがライト前タイムリーね、 えー、っていうかまあエラーだからさあの打点つかないと思うけど杉本、だってもう外野チャージしててよ二遊間詰めてじゅファーストも詰めてよ一、二遊間三遊間オッケーですよっちってライト前行ってサル三イランナー止めてだよコーチャーはあれファンブル、バーッとあ,そあの1点大きかったよ最後高橋啓治9回りやりぱ1点差と2点差では、ね、全然違うからそういった意味ではあのファンブルねちょっと痛かった杉本あんな慌てなくてもよかった。ね 全身引いてんだからね。で、結局ね、この2点目が、やっぱ重くのしかかってね、えー、9回裏、ね、吉田、杉本、で、代打、ジョーンズっていうところをね、三者凡退に薄って、高橋奎二がね、完封勝利。これでね、オ,オリックス対ヤクルトね、1勝1敗っていうところでね、五分の形で、まあ、東京ドームにね、帰ることになったけども、この試合をね、佐々木がうだったキーポイントね、これ別に得点とか絡んでないんだけど、いや、非常にこのね、あの、対戦、えー、面白かったなっていうところがね、この7回。 えー、7回思ってね、山田チェスト3に取って、で、ワンアウトから村上に、えー、大したとこなんだけども、初球ね、スライダー行って、見逃し。で、2球目ストレート行って、えー、見逃し。で、こう、ツーストライク追い込んでから、で、ストレート、ストレート、ストレート、ボールになったんで、こっからね、今日よ、この村上の打席以外は、同じ球種3回以上、ほぼ続けてないんだよ。だからここ、村上の打席で、6球連続ストレート行って、まあ、最後、レフト前ヒットになったんだけどもよ。ここで。 不思議の通りには昨日のヒギンスのやつがあるわけよ。この日もね、ちょうど追い込んでからファールね、三塁側飛んでたよ。これひょっとして、また変化球行って、それを放り込まれた嫌やなと、昨日の失敗あるなと、変化球行きたいけど怖いなと、よし、ストレートやと、いっ,ったところでね、まあ、最後、レフト前ヒット、まあ、ちょうどじゃなかったんでね、オリックスバッテリーとしては OK なんだけども、レフト前ヒットを打たれて、このね、1戦目と2戦目のね、このキャッチャーフシビの村上とのね、つながりっていうところのね、配球のみを非常にね、 見てて面白かったねこれ変化球行きたいだろうけど昨日のヒギンスがあるから行きづらいやろなって思いながらね見てたけどもねでまあスリーボールツーストライクっていうところもあったしねでそこでね、まあ、しっかり最後はね、えー、村上がレフト前に打ったっていうところでね、まあ、この点とかには絡んでないけどこの勝負がね非常に見事になってね面白かったなって いうところと、佐々木チェックポイントです。さあ、ということでね、この試合終わりましたけども、まあ全体的にはね、やっぱり今日、吉田、あの、高橋啓治、全然合ってなかったね。そういったところではちょっとね、吉田がね、うまく杉本につなげなかったなっていうところもあるし、まあもうこれはもう打線仕方ないよね。今日高橋啓治、角度もあったし、ちょっと浮き上がってたよ、多分ホップス。あの、胸のインコースのあの三振なんて、多分、こーやって来てたと思うよ。まあそれぐらいね、まあ、本当にね、あの、日本シリーズ、 あとして、非常に見応えがあるね、高橋啓治、宮城のね、えー、両都市の投げ合い、えー、だったかなと思います。まあ、これでね、一生いっぱい面白くなってきたんでね、えー、第3戦、どうなるのか。ちなみに、第3戦はですね、えー、さぞぜ日本放送、ラジオでね、日本放送で第3戦、えー、解説します。ぜひ、そちらでね、え、日本シリーズ、お楽しみください。ということで、ね、日本シリーズ、第2戦、2対0で、高橋刑事完封勝利で、ヤクルト、一勝。 オリックス1勝5分で東京ドームに帰ります明日挟んでね、えー、火曜日からの試合どうなるのか皆さんね日本シリーズ第3戦も要チェック